チェイス、どうも、アクションとなったこと、アイデです。今回の動画は、はい、3日間、山岡屋で3食、大盛り、干膜生活。さあ、前回の動画の3000キロカロリーを当てろっていう企画で、うん、まあ、罰ゲームが今言った企画なんですけども、まあ、こちら、山岡屋企画となっております。はい、大人気山岡屋企画ということで、うん、前回の動画見てくれた方は分かってると思うんですけど、まあ、見てない方は先にそちらの方を絶対見てください。で、今回やる相手はハイです。いやー、まあ楽しみですわ。なんで、まあ今回は、まあ、今言った通り3日が朝昼晩、まあ、3食ですね。うん、で、ラーメン、まあ、何でもいいです。何でもの大盛り、はい、で、スープまで簡易、はい、これを3日間やってもらいます。まあ、えげちねえカロリーになっちまうの。そうね、普通の特製味噌ラーメンの、普通盛りね、全部飲んだら確か1200何キロカロリーぐらいある。はいはいはい、それ普通の場合ね。普通ね。これ大盛りって麺の量が2倍、確か、おそらく。で、スープも量が上がる。まあだから多分一杯大体1500以上、1600以上、2000じゃない。まあ、味はね、今回変えるから。あ、まあ、特製味噌が一番濃い、濃いよね、味は。そうだよね。だからもうちょっとこうさっぱり飲めるのとか選んだりして、まあ、塩とかめっちゃ食べやすい。そうだよね、プレ塩とかも美味しいし、うん、まあ、今回楽しんでいただこうかなと思います。山岡の魅力をさらにちょっと再発見、うん、発掘していきたいと思います。はい、じゃあ、今回その3日間の体重の増減も、うん、どうも要だと思いますので、そうね、今日から、今日から、ね、今からです、体重を測って、うん、山岡に行ってスタートしていくと思います。はい、それでは行きます。さあ、測りましょうか。はい、今回はもうジーンズとこのエアリズムで、はい、これでいきます。いきます。はい、でんだけ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 、あー、あー、あー、あれ、早く戻ったんだよね、体重。74.6キロ。74.6キロ。3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。が良いわ。それぐらいが良いわ。増えてこれが良かったよ。さあ、80いきますね、これ。80いくか。80いったらもうすごいよ。え、6キロでしょ。お前よりだって倍ぐらい増えてる人になったよ。そうだよ、俺3キロ増やしたことないからね、3日間生活。そんな病気やん、それは。そしたらもうシフトチェンジじゃないですか。では、行きましょう。はい、ということで朝でございます。1食目、今回選んだのはもちろん醤油ラーメン大盛り。マイフェイバリットラーメン。そうですよ。まあ、この生活で全部試したらもしかしたら変わっちゃう可能性もあるけど、なんか最近、なんか風の噂だと、うん、やっぱ醤油飽きてきたなっていう。でも好きだけど、この間のそのシチュエーション食いのせいで、うん、まあ、なんか最大限味わっちゃったかっていうのはあるよね。ところで、なんか新たな道に羽ばたく時が来たのかもしれないけど、まあ、特製味噌ラーメン、今日はいつでもお待ちしてます。いやいや、俺教祖だからさ、その立場でそっちになんか行く、もはや裏切りということで、早速いただきたいと思います。では3日間山岡屋ガンマク生活スタートです。いただきます。頑張ってー。いや、待って、重い。目2かかよと。これだよな。あ、でも重さやばいな、これ。4キロぐらいある。ちなみに、ね、普通の醤油ラーメン全部スープ飲んだら、うん、1162キロカロリー。あれ、醤油でか。醤油で1500は硬いな。間違いなく太る。ここまでハマったタイミングで初めての、その猛暑、この雨のところで弊害来てます。あ、シュッと食欲落ちとるわ。え、まさかリタイア。いい食欲で。そういうことか。俺どの状況でもとにかくいつ食ってもうまいっつったけど、暑い時が一番食えないかもしれない。なんかあれかな。ないよ、日焼けは。ない。もう今エビ塩ラーメンだし。そっか、味変えれんだもんな。よかった、一応ダメじゃん。あっ、え、お前もう、え、山岡好きなのんな。夜はいくら空いてもいいですから、正直。まあ、別に朝昼晩じゃなくて、3食食えば最悪いいんだよ。お、それで麺は終わり、うん、終わりかな。うん、ちょっとほら、スープ。うんうん、終わり終わり終わり。え、終わりじゃないっすよ。そんな楽な企画はないでしょ。ラーメンってのはさ、具まで食べたらいいでしょ。山岡ユーザー、スープ残すうるさいから。バカなんだよ。
よし、頑張るか。うん、いい、お疲れ。さあ、どうですか、この大盛りいっぱいの大盛りは。2023年で一番きつい罰ゲーム。倒れたら助けて、動かしてください。次は大喜利ですね。また違う味で挑戦したいと思います。ということで、1日目お昼でございます。今回注文しましたのは特製味噌ラーメンの大盛りでございます。はい、朝の食べてからね、言うて数時間しか経ってないんで、まあもうすでにきついなんですけども、味が違う分やっぱりね気持ち変わってくるんで、頑張っていけると信じております。ではいただきます。まずはテイスティア。うわー、ちょっと待って、俺これスープ飲むのか。でもより濃く感じるよ、喉のねってくる感じ。いや逆に最初にこれ食べるとよかった。あのだんだん多分あの疲労溜まっていくと思うんで、いや今夜もちょっときつそうなやつを先に潰せたら、明日以降の俺が泣いて喜びますよ。味が違うだけでだいぶ変わってくるね。あーでももしそれの次に蒸しラーメンを決めるってなっても、特製味噌にはいかないかもしれないな。パワーがありすぎるというか、俺の中じゃちょっと強キャラすぎるな。やっぱプレッシャーからはそうなってくると。すごいな。悪いことは言わないよ。みんな醤油教に入れ。やっぱり濃すぎるよ。最近俺のリア友が醤油教ってことに気づいて非常に嬉しかったですね。あとスープです。あれなんか口慣れたな。うん、うわ、もうやだ、もうやめた。夜頑張ります。はい、ということで塩ラーメンの大盛りです。ちょっとやばいね、この日はね。あっさり助かるわ。今日はこいつを注文しました。明日に響かせないためにね。はい、1日目終了。お疲れ様でした。もうどうでした？いや、もうあのあれダンブルドアになっちゃう。お前もちょっとこれもうそう思いだして、俺がお前に口に運ばれたらちょっと大盛りですけど、本当にそれぐらいきつい。やばいマジで。幸いね、最初に味噌とかは潰せたことはでかかった。塩さっき夜食べてきたんだけどは意外と楽だった。あ、まあ薄いっていうか、うん、まあさっぱりしてる方がいいから、ね、そうそうそう、やっぱこうクッてこないし、なんか単純にやっぱ量が多いだけ。うん、なんで特製味噌は食ったの。特製は俺2回目昼に食った。いきなり行っちゃった。結構大やばくない？めちゃめちゃ濃かったんじゃない？いや、めっちゃやばかったよ。めっちゃやばかったし、一番きつかった今日。うん、だろうね、うん、味一番濃いから。うん、だから醤油の後だったしね。うん、まあ一応かぶらないように食べていきたいなとは思ってるんだけど、うん、強すぎたらまた塩に逃げちゃうかもしれない。まあ、ていうかそもそも9杯ないからね。あ、まあそう、種類的にはね、具材が入ってるか入ってないかとかになってきちゃうし。あ、そうそうそう、あの今回つけ麺は一応なしなんで。あ、オッケー。まあ量もやんないでしょ、多すぎるから。まあ、だからちょっと明日の朝は朝ラーに行こうかなと。朝ラーやってんだ、大盛り。大盛りやってて、
おつ乗らってばって塩の容量でいったらめっちゃいいじゃん。そうめっちゃいいじゃない。しかも細麺だしね。シュ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 他の大盛りと比べたら楽なんだよね。だからちょっと朝ラー試してみて、もしめっちゃ良かったら明後日の朝も朝ラーで行かせていただきます。ああまあいいんじゃない。朝限定なんでそこしか食えないで。まあどっかでプレッシャー送ってみ。いやそうね、塩食ったからプレシオのそのね差は知りたいわ。塩食ってプレシオのを食べたらマジ世界変わる。それはいくら多くても、いくら多くてもうますぎるプレシオが、その世界線変わるよ。ほんとあのイナダイマイレベル1と3ぐらい。もう全然違うね気分が。そう地球大会から世界やん。そう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 、本当に申し訳ない。今までの俺は偽りでした。あの適量ならっていう言葉が文頭につきます。適量なら山岡はうまい、山岡は最強、ラジオでもうまいです。だから違うんですよ。違うもうね、だから本当本当マジダブルだ。マジやばい。え、じゃあちょっと俺に言わないです。俺がじゃないって言っても俺の口の中入れてくるんじゃって言わないと。いや俺そんな覚悟持ってないから。逃げるとき逃げるから。知らん知らん、分類箱なんかない、あんなとこに。やば、切れそう。頑張るんじゃ。おはようございます。2日目でございます。ただいまの時刻が5時40分ということで。ちょっと編集してたらね、絶対寝たら起きれねえだろうって時間までになっちゃってんで、もう、終わりで食べに来ました。まあ、この時間に来たのはね、朝ラーメンがあるからということでね、早速向かっていきたいと思います。行きます。ということで、朝ラーメン注文いたしました。こちらです。いやー、でかいな、やっぱり。麺も違うからね。細麺だとそんなにめっちゃ多いなってほど多くは見えない。梅ね。注文したのはプレミアムシオトンです。マジのマジで初めて食べます。嬉しいことです。プレッシオンが好きなんですよ。なるほど、味玉とメンマ。いただきます。あ、待てよ、知ってる。待て待て、昼飯に食べる札幌一番塩ラーメン全然違え。いや、そんな味が違うよ、札幌一番。濃厚さが全然違うよ、こんな感じ。え、あれあれ、まさかフレッシュオハリになる。1週間1日1食食べるっていう割合になったら醤油3のフレッシュオ4かもしれない。おー、ついに今の割合はね。お前はフレッシュオだったか。意外とね、そのフレッシュオはね、普通の塩と比べて濃いんだよ、味が。うん、濃厚。フレッシュオ豚骨、うん、ノーマルで、うん、1513kcal、うん、2000ノーマルで300ぐらいある。わ、もうバカ。さすがに朝の方がいる。朝ラーめっちゃ早かったからね、8時間前とか。なんか麺の旨味を強く感じる気がする。ここに醤油鏡とプレシオ鏡の統合を宣言して、では我らは一つ。ザクです。よし。
ぱ良かったね。めっちゃ飲みやすいわ。まあ特製とかでくれたら、もう全然飲みやすい。お疲れ様でした。お疲れ様です。うわ、今夜はちょっと結構遅めに行こうかな。ちょっと雰囲気も変えようかなと思います。はい、ということで2日目の夜、せっかくなら期間限定用ということでエビ塩ラーメン注文しました。カッパエビさんの匂いを濃縮したんで本当にエビの香りが強い。いただきます。さあ、本日も買いました。あ、でもさっきの言ったまんまの味なんだよね。お菓子とか加工したエビの香り、麺も若干違うんだ。もち感が強い気がする。練り込みでなんか入ってんだけど、なんだろう、ちょっとわかんない。それははい、2日で終了。はい、ということで、食って帰ってきまして、ちょっと時間経ちましたけども、絶対出てたわ。本日は朝から、朝ラーメンで、うん、プレシオ、まあこれは一緒にいたやつだな、うん、最後がとあの今の限定のエビ塩なんちゃらみたいなやつ。どうなんですか、俺気になってたんですけど。まあエビ好きですけども、うん、エビ好きが好むタイプかって言われるとちょっと怪しい。お菓子みたいなエビの味、わあなんか違うかもって思っちゃう。まあスープ飲んだからかもしれないけど、まあ今日はだからプレシオの素晴らしさ、あ、そうよ、うん、それを知れたんでもうだいぶでかいですね。とりあえず明日はあの2回目の朝ラーメンに行かせていただきたい。いや朝ラーメン食えんのはでかいよ。本当に今日楽だったもん。細麺だし。そう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 、なんで朝ラーメンぶちかまして、まあ残り食ったのだから味噌かな。ああと最後だからもう辛味噌俺食えないから、うん、かぶっちゃうやつだから、まあ醤油締めにしようかなと。おー、あと3食。3食です。まああと気合いじゃないですか。気合いで乗り越えるしかないんじゃないですか。いやもうずっとそうよ。ずっとそう、もう1日目の夜から俺も気づいてた。あ、これやばいかも、やべえ企画。うん、じゃあ3日目も頑張っていただいて、はい、ラストラン頑張ってください。行ってきます。おはようございます。ということで最終日朝、予告通り朝ラーメンを食いに来たよ。ただいまの時刻5時46分。よっしゃ行きましょう。ダメだな、いやダメだ、この前ダメだわ、山岡に失礼だわ。楽しみます。はい、ということで2回目の登場ですね。朝ラーメンの大盛りでございます。美味しそうだ、いただきます。朝は染みるな。系列ってさ、ラーメン山岡屋以外に味噌ラーメン山岡屋と極み煮干し本部、全然知らなかった。舞台オッケーです。よろしくお願いします。ごちそうさまでした。なんか
体感胃袋が広がりが大きくなった気がする。うん、まあそりゃそうだよなって感じだけどね。ラスト1日頑張ります。はい、お昼でございます。お昼はシンプルな普通の味噌を注文しました。まあ、1日目にね、あの特製味噌食べてるので、改めて味噌どうなのよっていうやつです。なんか、なんならさっぱりかもしんない。前食べた時、ちゃんと濃いって思ったんだよな。うん、これバーカ熱いね。あと止まんなくてやばい。マジ、山本くん見てるかな。お願いだから冷やし中華を出してくれ。そうめんでもええで。やばいかの強みみたいなのをちょっと押し出してさ、でも冷たくさっぱりいけるやつ、それが欲しい。昔に出してたらごめん。狩猟笛みたいな感じでバフがかかる。あと6時間は欲しいかな。頑張ります。はい、ということで最終日ラストの夜でございます。本当にきつかった。最後はね、エモい感じで最初と同じく醤油で締めさせていただきたいと思います。よく頑張ったよ。俺も本当にきつかったここ。まあその辺のちょっと結論はね、最後にね発表しましょうね。では最後いってきます。尊さが分かった。こいつが気づかせてくれた。スープのターンがめっちゃ食うと時間かかるんだよね。スープを得意ですって二度と言わないわ。ありがとうございます。きつー。結局毎回こうなんだよ。とりあえずもうこれで終わったから、あとまで味を測って、まあ、この罰ゲームを終わらせます。あー、そうだ。はい、3日目終了。昨晩ですね、行ってまいりまして、はい、朝から朝ラー、昼味噌、夜が醤油の3種でやってきました。お疲れ様でした。これはね、今年1だよ、もう。今年1きつかった。今年1きつかった。塗り替えられると思う。無理だろ。無理。うん。だからスープじゃなかったら、その、大盛りの麺のみだったら別にめっちゃ楽だ。うん、まあいくら億劫ぐらいだったんだけど、そうじゃないです。まあこれで3日間終了したということで、まあ、体重ですよね。そうだ、一番の気になるところ。もうなんか体の重さはめっちゃ増えてるパターンのやつだっていう体感ではある。うお、じゃあ体重測定いきましょう。いきましょう。さあ運命の時、元の体重が 74.6 でした。 74.6kg。 77kg でいくのか。おお、77.1kg ということで、プラス 2.5kg でーす。おめでとうございます。いや、俺は信じてるよ。これが一時的なものだって。俺はそうしないと生きていけないもん。まあ気づかないでおこうか。ということで 2.5kg と。お疲れ様でした。ほんとにこれはもう言わせていただく、山岡屋があんまり好きじゃなくなった。このじゃあこの夏はもう山岡屋行きたいなっていうワードが出ない。ない。うまいんだけどいらない。
それはもう3日間やって、ほんとまだ直後だからじゃないですか。そうだ。じゃあ今回のベストオブラーメン決めていただこうよ。これはもう決まってます。てかもうダントツだったわ。うん。プレミアム塩トンカツでございます。おめでとうございます。プレミアム塩トンカツが入賞しました。醤油をもう超えてるってことでしょ。超えたね、この瞬間だけは。今度からそのプライベートで何回か行くよ、俺ら山本で。まあそうだね。醤油ではなくプレシオをしてる可能性があるってことです。あ、それはないかな。ないんかい。そうなんだよな。そのノリで行くときは醤油なんですよ。まあこの3日間本当にお疲れ様でした。まあ今後ともね、3日間生活二人で今後ともぜひ皆さん楽しみにしてます。もうちょっと優しいのでよろしくお願いします。それではチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お疲れ様です。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。